オペレーティングシステムのコマンドの一種。標準入力か指定されたファイルのリストを読み込み、隠し統計情報を生成する。出力情報としては、バイト数、単語数、行数などがある。複数のファイル名を指定した場合、各ファイルの情報と合計が表示される。wc の実行例を以下に示す。ドル w c i d e a s t、XT、x t x a r p t x t 40149947アイディアズ TXT 22941663897724エクサープと TXT 23341678798671トータル最初のカラムは行数2番目のカラムは単語数最後のカラムは文字数である 最近の WC はバイトと文字を区別できる。これはユニコードの多バイト文字を含む場合に差が生じる。どちらを表示させるかはオプションで C か M を使うことで指定できる。GNU、WC はかつて GNU t e x t u タ e s パッケージに含まれていたが、現在では GNU コアユーティリティズに含まれている。WC、L、ファイル名行数を表示。WC、 C、ファイル名バイト数を表示。WCM、ファイル名文字数を表示。WCL、ファイル名最長行を表示。WCW w、ファイル名単語数を表示。ありがとうございます。